黙々静観かつ回収。一個人の百年はちょうど国家の一年くらいにあたるものだ。それゆえに個人の短い了見をもってあまり国家のことを急ぎ立てるのはよくないよ。徳川幕府でももうとてもダメだと諦めてからまだ10年も続いたではないか。時に古今の差なく、国に東西の別はない。漢字来たれば人間は始終同じことを繰り返しているばかりだ。生麦、東禅寺、御殿山。これらの事件は皆維新前の晩風だと言うけれども、明治の代になってもやっぱり湘南事件や馬鑑騒動や慶城事変があったではないか。今から古を見るのは古から今を見るのと少しも変わりはないさ。この頃元勲とかなんとか自分でも偉がる人たちにこういう歌を詠んでやったよ。時ぞとて先いで染めし帰り咲き、咲くと三島に早も散りなん。あれなどにわかるか知らん。自分で豪傑があるのは実に見られないよ。俺などはもう年がよって、たおやめの玉手差し替え人よねん。夢の中なる夢を見んとて。政治家も理屈ばかり言うようになってはいけない。徳川家康公は理屈は言わなかったが、それでも300年続いたよ。それに今の内閣はわずか30年の間に幾度変わったやら。全体今の大臣などは維新の風雨に要請せられたなどと大きなことを言うけれども、実際健康放火の下をくぐって市政の間に出入りして身体を練り上げた人は少ない。だから一国の危機に処して惑わず、外交の難局にあたって恐れないというほどの大人物がないのだ。先輩の尻馬に乗って、そして先輩も及ばないほどの風紀栄華を極めて一人で天狗になるとは恐れ入った次第だ。先輩が命がけで成就した仕事を譲り受けて、やれ伯爵だとか公爵だとかいうようなことでは仕方がない。世間の人にはもう少し大胆であってもらいたいものだ。政治家とか何とか言っても実際骨のあるものはいくらもありはしない。大きく見積もっても600くらいのものさ。しかるに今の大臣などはこの600人ばかりを相手にわいわい騒いでいるではないか。この弱虫の俺でさえ昔は300諸侯を相手に相撲を取ったこともあるくらいだのにな。政治をするには学問や知識は2番目で、姿勢方向の精神が一番肝心だということはしばしば話す通りであるが、旧幕時代でも田沼という人は世間ではあれこれ言うけれども、やっぱり人物さ。とにかく政治の方針が一定しておったよ。この自分について面白い話があるが、この頃聖堂がひどく壊れていたから林大学の神から修理のことを申し出たが、
その書面の中に文選考の病うんぬんということがあった。すると右筆らは集まって、文選考とはどんな神様であろうかといろいろ評議したけれども、時の知者を集めた右筆仲間で文選考を知っている者がなかった。そこで文選考とはどこの神だと付箋をして書面を返却した。大学の神はすぐに文選考とは東堂の中次のことだと言ってやったけれども、それでもまだわからない。そこで大学の神もたまらず、中次とは市の玉枠の甲府市のことだと言った。それで右筆もようやく合点がいったということだ。この話は旧平戸藩で名君と聞こえた青山公が儒者を集めて種々の話をさせて、それを筆記した菓子やわという随筆で見たが、なかなか面白い。全体その自分の真面目は正史よりもかえってこんな飾り気のない随筆などでわかるものだ。この話は実に面白いではないか。右筆といえば今の秘書官だが、最小の片腕ともなるべきこの右筆が、講師の名さえ知らないといえば、その人の学問も大抵は知れる。これに比べると今の秘書官などは、外国の語も2つや3つは読めるし、やれ法律とか、やれ経済とか、何一つとして知らないものはない。しかるに不思議のことは、孔子の名さえ知らない右筆を使った時の政治より、万能工の秘書官を使う時の政治が格別勝ってもいないということだ。筆教これも政治の根本たる姿勢方向という精神の関係だろうよ。